シリーン地図 Google マップベップタワーベップタワーは大分県ベップ市にある観光棟である救命観光センターテレビ棟高さは90メートル名古屋テレビ棟通天閣に次ぎ日本で3番目に建てられた高層タワーでベップ観光のシンボルとして親しまれる登録有形文化財運営はベップ観光開発株式会社名古屋テレビ棟通天閣 札幌テレビ等、東京タワー、博多ポートタワーを設計し、東博士とも呼ばれる、建築構造家、内藤太中のタワー6兄弟の一つである、東京タワー完成の1年前にあたる1957年3月20日から、開催された別府温泉観光産業、大博覧会の目玉施設として建設が構想され、当時の別府市長は季鉄一覧が立ち上げた。 別府観光開発株式会社が建造した。しかし、資金売りの関係から開幕には間に合わず、閉幕直前の5月10日に完成した。建造費用は2億8000万円。完成時の従業員募集では、希望者が数千人集まったという。このタワーは、当初電波塔としての利用が予定されていたが、大分県下の各放送局は、別府市の十文字原行源に十文字。 現テレビ FM 放送所を建設したため、その役割を果たすことはできなかった。しかし、1960年代に入ると、年間100万人に及ぶ観光客と、修学旅行生で賑わい、観光スポットとなった。1970年代に入ると、隣接する国道10号の拡幅工事により敷地の一部が削られるなどして入場者数が減少。1987年、 大きな収入源だった広告ネオンサインの契約が打ち切られたため、経営危機に陥り解体撤去も検討されたが、翌1988年、大宝レジャーグループが買収し、解体を免れた。その後、広告ネオンサインは、アサヒソーラーを経て、2002年以降は、アサヒビールと契約している。2007年5月10日から6月10日までの期間、50周年の記念写真展。 ベップタワー懐かしのパネル展が行われ、建設中のタワーや移りゆくベップの風景の白黒写真が展示された。大分県の省電力キャンペーン、121万人夏の夜の大作戦、キャンドルナイトの協力企業であり、1年に一度だけ広告ネオンサインを含む全照明が消される、鉄骨鉄筋コンクリート構造の建物の上に塔を組んだ構造である。 タワーの完成時の高さは100メートルであったが、後にアンテナなどを取り外したため、現在の高さは90メートルとなっている。秒速160メートルの台風にも耐えうる構造となっている。ベップタワー、ありがとうございます。